返信遅れ、返済遅れで銀行からの融資が遅れる、おりず、自分や身内が財産がない場合、すぐに資金調達する方法はありますか。銀行から融資が下りない場合は、よくあるのはカードローンをやってます、ビジネスローンっていうんですか、例えばなんか、消費者金融とか、まあ、いろんなところで、要は事業に使うためのローン、その分を借りることができるんですけど、結構審査は銀行融資より緩いです、ただ問題点があって金利が高いんですよね。金利がね高いものでは、まあ10% 近くになったりとかするんで、まあ、本当一時しのぎです。僕も実は、青汁を売り始めてめちゃくちゃ売り始めた頃に広告費が足りなくなってお金がなく足りなくなったんですよ。でも、まあ、ずっと売れ続けるから広告を止めるわけにはいかない。なんでかっていうと広告を止めちゃうとライバルが入ってきてライバルにそのマーケットを取られちゃうじゃないですか。だから一切ライバルの追従を許さないために走り続けるしかないという状態だったんで、でもお金がないからもう現実的にどうしようってことで、まあ、拉致が開かなくなった時にカードローンを、ね、申し込もうとしてね、 UFJ なんどこだったっけな、 UFJ かなんかのカードローンを申し込んだんですよ。そしたら限度額が確か1000万ぐらいあったんですよね当時。で1000万だと僕のその事業の規模感だと全然足りなくて、スズメの涙にしかならなかったんでやめました。はい、やめましたね。はい、で借りなくて、まあ、そしたら、まあ、前も配信に言ってたおじいちゃんから電話がかかってきて、たまたまお金貸してくれたんでなんとかなったんですけど、はい、まあ、でもお金がなくて本当に資金繰り困っている人はカードローンっていうのは、まあ、僕はお勧めできないです。金利が高いんであんまりお勧めできないんですけど、一つの選択肢としてはありなんじゃないかなと思います。